はい、皆さんこんにちは。今日は神楽坂のとんかつさくらさん本店に来てます。すごいです、この分厚いボリューム。うおー、これ3センチですよ。中がね、少しほんのりで、まあ、完全に火が、まあ、火は通ってるんですけど、残り切ってないつきつきな状態ですね。はい、YouTuber で、ね、YouTuber で、そうだね、あの日ね、ピンク色でね、 YouTuber 1万円ぐらい稼ぐんですけど、そうなんですね、すごいです。へ、うん、神楽坂ライフみたいな。あ、いいかも、いいかも。見たい人はね、すごい見たいと思う。いや、見たいよ。自分は行けないってね、自分は行けなかったり、憧れがあったりとか。高い夫婦のやる、あんま実名出さなくていいですよ。出さないけど、こんな美味しいとんかつがあるんだって、結構衝撃を受けます。いただいてよろしいでしょうか。いや、ついちめちゃっていただきます。シュー食べた？まだ落ち着いて、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 暴れないで、暴れないで、暴れないで。いや、もう塩だからとんかつは。シューいただきます。あ、俺振ってくれたのか、塩。ありがとうございます。ありましたね。ありました。美味しいとんかつは塩ですよ。いただきます。さあ、くっちゃうよ。間違いだね、中からね。ジューシーだね。とんかつのロースのね、とんかつの これすごい。本当じゃもったいない。美味しいです。絶対美味しいけど、高菜とかね、漬物が食べ放題、ご飯も食べ放題。お姉さん、進む進む。最高です。これお兄ちゃん。いやでもね、本当にね、とんかつっていうのはこんなにね、これやばいですね。うまいもんね。改めて、あー、もう絶対出ない。絶対こんなのだって1年間分の肉の使用量1日です。あ、そうだ、これやる。間違いない。肉汁がもう、だってあそこんちの場合、ひき肉だから。ひき肉だね。ひき肉があの、こま切れ、あかんですよ。豚こま、もったいないですよっていう感じのね。はい、いいよね。超失礼しました。口つけたところが結構あったよ。よかったね、新しい。そうね、新規だからね。口つけたところだったら、これ結構あったよ。うまいですね、カキフライもうまい。一人一個タルタルソース、この量食べていい。これもう見てるだけでまた食べたくなります。皆さんも言ってください。そこか。